はい、どうもこんばんは。今日なんですけど、何も考えてないです。タイトルも考えてないんですけど、バンド紹介ですか？バンド紹介ありますよ。あ、ちょっとうるさいですね。ちょっとうるさいですね。これぐらいいいですかね。ねえ、やる気あるイントロじゃないですか。まあ、やる気あるイントロってよくわかんないと思うんですけど、このバンドではないんですよ。このバンドと迷いました。迷ったんですけど、まあ、今日紹介するバンドは、これではないんですよね。まあ、ちなみになんですけど、このバンドなかなかね、マニアックだと思いますよ。あ、ヒントですか？メンバーは4人です。メンバー4人で、活動期間が2000年じゃないですか。2000年から2003年ぐらい。3年、4年ぐらい。で、長野のバンドなんですよね。あ、もちろん、インディーズですよ。で、カラオケにも入ってない、ね、いい感じなんですよ。何があって？ボーカルが死にかけてるんですよね。演奏はかっこいいと思います。演奏はかっこいいと思うんですけど、紹介してなかったんですよ、このバンド。これではないんですけど。はい、っていうことで、あ、聞こえます？こんな感じなんですかね。これ、動画撮ってるじゃないですか。適当に話してるって思ってる方いらっしゃると思うんですけど、難しいんですよね。っていうのは、リピートでかけてるんですよ。だから、なんか言葉出てこなかったり詰まるわけじゃないですか。で、よく噛むんですけど、カットできないんですよ。カットすると、曲切れるわけじゃないですか。ね、そこは難しいんですけど、まあ、急いで、話していこうと思います。で、まずは、こちらをご覧ください。まあ、先に、まあ、ツイッターに上げておいたんですけど、僕覚えてないというか、ツイッターでありました？クソジジイが、まあ、映画監督を務める、ヨシキ、アンダーザースカイ、ジャパンプレミアムライブビューイングの、開催決定っていうことで、9月の5日です。で、チケットの、まあ、当落の発表が、ここ最近ですよね。あったと思います。で、定価2500円なんですよ。これ2500円で、ハイドと、クソジジイが、舞台挨拶でしたっけ？ですよね。だったと思います。で、こちらをご覧ください。これひどくないですか？ね、ラストロックスターズのチケットに引き続き、これですよ。この価格さ、だって、ね、通常2500円で、プレミアムボックスシートでしたっけ？プラス1000円なんですよ。だから、3500円とかなんですよ。あ、5000円とかいかないですよ。5000円とかは絶対いかないんですけど、この価格ですよ。ねえ、都合でいけませんでしたとか書いてあるんですけどね。これ誰か買うやついいのかな？ 4 万、5万、3000、6万ですよ。ねえ、仕事で行けなくなりました。お譲りいたします。プレミアムボックスシート。列が、15番から、24番ってね。ね、逮捕案件じゃねえのこれ。ね。はい、ということで、次は、こちらをご覧ください。まあ、ご覧になれてないんですよね。24時間テレビです。で、僕も、まあ、見ることできなかったんですけど、エンドレスレインどうでした？ツイッターに、まあ、切り抜き上げている方が、何人かいらっしゃったんで、聞くことができました。どうもありがとうございます。感想ですか？感想だって、歌わされてるんですよね。ですよね。まだ写真あるんですけど、ですよね。もう世界各国から、いくらぐらい払ったんですかね。お願いします。口パクでもいいんで、出てくださいみたいな。ですよね。本当にファンなのかな？で、次はこちらをご覧ください。まあ、24時間テレビの、マラソンの企画。まあ、ヒロミさんが、102キロでしたっけ？102キロか103キロ。まあ、走られたと思うんですけど、まあ、ツイッター速報で、この暑い中、危険、走って元気や勇気を与えるって意味わからんの声ってね。なんだろうな、何年も見続けてきたからじゃないですか。もしかすると何十年も。ね、見てるとさ、もう感動もないわけじゃないですか。ね、またね、ゴール、数分前にさ、サライかけてさ、ね、大合唱してさ、ね、モニターでね、ヒロミさん出してね、頑張れよ、みたいな。で、その前にさ、
ザードの負けないで歌ってさ、みたいな。ですよね。もう、流れが同じなんですよね。で、この暑い中、危険、走って元気や勇気。どうなんだろうね。これ、小学生、ね、だったら、もう中学生ぐらいだったら100、あ、これ走ってんだって。まあ、車で移動してると思うんですけど。暑い中、逆なんですかね。もう、やめろよと。危険だから走るなってことなんですかね。はい、ということで、次は、次なんかありましたっけ、次何もないですか、ちょっと待ってください。あ、こういうのありましたね。厚労省が、コロナワクチンの、有効性や安全性の研究をこれからする、あと3年かかると発表。ネットは怒りの嵐っていうことで、これ、面白いコメントあったんで、こちらをどうぞ。もちろんどこの誰かわかんないです。僕も、家族も、ワクチン6回接種済み、7回目の受付始まるのを待ってます。速攻で接種しますってね。日本って、アホですよ。こんな国ですよ。ね、以前から何度も言ってるんですけど、僕一度も受けてないんですよ。受けようとも思ってないんですよ。で、PCR すら僕受けてないですよ。ピンピンしてますよ。一度もかかってないと思いますよ。コロナに。感染された方っていらっしゃいます？ね、味覚がね、なくなるとか、ね、高熱が出るとかね、なんかいろいろあるんですよね。吐き気がするとかね。何一つなかったんですけど、僕。7回受けてどうすんの？1ヶ月ぐらいでしたっけ？ 4 週間ぐらいでしたっけ？なんか開けないといけないんですよね。間違ってるかもしれないですけど。ねえ、こういう人ってさ、もう一生受けるんでしょ。で、マスクも必ずね、着用してんでしょ。意味ないとは言わないですよ、マスクは。僕も臭いんで、外出ると。外臭いんでね、マスクするときもあるんですけど、長時間はしたくないですよ。だって暑いの。暑いし、汗バーって出るの。はい、ということで、ね、海外の方にもう言いたかったんですよ。もう日本ってこんな頭いかれてるやついるんですよ。皆さんの国はいないですよね。マスクしてるやつ。7回接種してるやつ。います？日本ぐらいじゃないですか？はい、ということで、ここからは、バンド紹介に移ろうと思います。で、今日紹介するバンドなんですけど、DM の方で、いただきました。どうもありがとうございます。あ、曲の感想ですか？僕は知らないですよ。知らないんですけど、YouTube にライブ映像があったんで、2曲ぐらいですか？聞いたんですけど、ガゼット、ナイトメアじゃないですか？違います。僕、無理でした。もう、一曲目もうタイトルも覚えてないんですけど、あ、これ無理なやつだって。あ、これガゼットナイトメアでいいやって。で、3曲ぐらいでもうやめました。ごめんなさいっていうことで、このバンドです。知ってますこれ。ビルシーナっていうバンドになります。ビルシーナっていうバンドです。で、まあ解散してるバンドなんですけど、ね、DM をいただいたんで、どうもありがとうございます。まあ、ありがたいんですけど、まあ僕は好みではなかったということで、まあ中には、好きな方もいらっしゃると思うんで、今日は、ビルシーナっていうこちらのバンドを、紹介していこうと思います。で、次に、メンバーの方を見ていきたいんですけど、活動期間が、約3年間ですね、2018年から、2021年、で、もともと4人だったんですよね。4人か5人ですか？まあその辺よくわかんないです。で、メンバーこう分かれてたんですよ。正式メンバーが、これ最後まで残ったメンバーなんですかね。ギターとドラム。で、脱退したメンバーは、この下です。関係者です。ボーカルとギターと、ベースっていう、この3名が、脱退したメンバーになります。で、メンバーの右が、全身バンドになります。で、次は、作品です。以上です。オムニバスは、もうめんどくさい。僕めんどくさいっていうのは、タイトル長いじゃないですか。オムニバスって。ね、2000何年の何月何日。
例えば大阪ね、大阪ビッグキャットでしたっけ、名古屋ボトムラインでもいいんですけど、タイトルが長いんですよね、あの DVD や CD って。だからまあどうしてもね、もう文字が小さくなっちゃうんですよ。で皆さん見づらいと思うんで、それで省いてるっていう、まあ言い訳なんですけどまあこのバンドの作品はこちらです。まあシングルが、4枚ですね、4枚中2枚が、配信シングルになります。で、マキシングルが、2枚で、アルバムが、1枚で、DVD が、1枚なんですけど、無料です。コメント DVD 購入者特典ですよね。はい、っていう感じになります。まあ、感想は、先ほど、皆さんにね、伝わったと思います。ガゼットナイトメアだと、僕は思います。なんか、それっぽいというか、もう似たり寄ったりだと思いません？あの、下手ではないですよ。下手ではないんですけど、まあ僕はあまりみたいな。はい。そんな感じです。まあ気になる方は、まあ YouTube にもあります。で、YouTube チャンネルも、まああったと思うんで、まあ検索をかけて、聞いてみてください。はい。ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。あ、いいですか？これで曲が2回ぐらいですよね。これで終わるんですよ、曲。これで終わりなんですよね。いいタイミングじゃないですか。こう話しながら曲も聴いてるんですよね。で、この曲が4分ぐらいなんで、まあ何分ぐらい話したかなっていう。そう、一応調節はしてるんですよ。はい、ということで、皆さん明日、また明日、お疲れ様でした。